うちの家系が代々大工なんですよ、実は、うん、父親の家系がずっと大工ですし、母親の家系もですよね、大工、そういう家系で、自然と建築がもう家の中に入り込んでて、僕の中での建築士としての理想像は父親って形で思ってるんですけど、こういう物件をやったよっていう形で話するときに分かち合えるというかね、その瞬間がすごく楽しんで、そうですね、やっぱり期待感に応えないといけないというかね、うん、言われたままのことを返したらそれはちょっと面白くないじゃないですか。さらに上行ってこう驚いてる顔を見るのが僕ちょっと好きなんでね、おって形で、うん、そうするとすごく信用してくれて、うん、お客様によってはもう任せますって言ってくれるのがすごく最大の喜びだったりとか、最大の喜びであるのが最大のプレッシャーなんですけど、うん、そこでまあしっかりとこう提案させていただいて、いざお引き渡しの時に形に、あ、こういうことだったのでっていった形で笑顔で言ってくれるってすごく嬉しいですね、うん、基本的にはもうお客さんいかにしてこう喋ってもらうかというかですね、打ち解け合うかっていうところをあの気にしてるとか意識してるんで、何でも話し合える中っていう中での打ち合わせっていうのをしてみたいなっていうふうに思いました。やっぱり住宅建築ってすごく楽しいんですよ、僕の中では、うん、家をないものを作っていくってはすごく楽しいことなんで、その楽しいっていう感じを分かっていただきたい、分かち合いたいっていうところなんで、楽しんでいただくためにいろいろ雑談をしたいんですね。住宅ってやっぱり一つの受け皿というか、家族の受け皿であり、家族の生活の受け皿であり、すごく大切な場所なんですね。なんでもう時によってはお客様の人生を決めるというか、そういったところでもあるんで、間取りだけではない、間取りを通したその先のものをこう提案しないといけないっていうところは常々意識してます。でその空間でどのような生活が生まれるか、どのような景色を見てそこで生活いただくかっていうところを意識してご提案をするようにはしてますね。大変なところがほとんどです。それを図面化してどうやって描くかとかね、それを工事担当者とか大工さんにどのように伝えるかっていうところもあるんで、そういったところでね、9苦労して1喜んだっていうかね、そういう繰り返しですよね。その1のためにこうね、満足を積み上げていくじゃないですけど、うん。